皆さんこんにちは、ワンダルクリビジです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回はヤザンがついに登場しました。ギャップアンに乗ったヤザンとの2連戦、これをね、攻略しましたので、今回はその続きになります。サイド2の危機。サイド2の25番地より発信された救助信号を受信した。アレキサンドリアが進撃を開始したらしい。ティターンズはコロニーを潰し、我々エウーゴに降伏させるつもりなのだ。スイートウォーターからの観測によると、アレキサンドリアはガス専門の補給艦と接触をした形跡がある。そのことから、コロニーに対し G3 ガスを使う可能性も考えられる。サイド2の区域に入り次第、モビルスーツ隊全機発進。25番地コロニーの G3 取り付け作業を何としても阻止しろ。ではゼータガンダムでビームライフル装備で出撃します。スイートウォーターの話が出てきましたね。デブリが多そうですね。後ろから別動隊が出たの。カミンはアーガマに戻って。エマさんの声が聞こえました。ジェリド、覚えておいてね。マウアをガブスレ。あなたの後ろにはいつも私がいるって。ジェリドもガブスレですね。行くぞ。なのでここはジェリドのダブルスレー、また邪魔しに来たと言いたいが、月は俺にある。さあではジェリドダブルスレー2連戦でいきます。ジェリドのダブルスレーも早い。なかなか攻撃が当たらない。なのでここはしっかりと回避と防御を組み合わせながら、しかも突入してくる突撃、まあ格闘に入ってくるタイミングだと思うんですけど、あれも早い。食らった。だが倒しましたね。ここはなんかものすごい速さでこのミッションクリア画面になったな。神湯ジェリドメサ注意か。うおぉ、ジェリド。おいマウア、守ってみせると言ったジェリド。マウア、腕が効かない。行けるぞ。敵モビルアーマーアーガモに突っ込んできます。キャプテン、カミユに任す。さあ覚醒した。ガブスレーのジェリド、ここも足が速いな。そしたらライフルの弾切れで回避とシールド防御を消しましょう。マウガマウガ見えますね。それで、なかなかロックオンが定まらない。相打ち覚悟でちょっとライフルを
撃ってくるタイミングに合わせてこっちもライフル照射するのが良さそうですね。うわーくま、まうわーだ、ダメだ。ヒャカブスレーのジェリド動きがかなり機敏だったんだよね。ダメージもらっちゃいましたね。神竜、よくアガマを守ってくれた。 G3 の方もカツが破壊してくれて、なんとかコロニーへの被害も最小で済んだのよ。はい、というわけでガブスレーのジェリド2連戦、攻略完了になります。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。